皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のディスガイア7は再びヒール育成について解説をしたいと思います。またかっていう風になると思うんですが、実は猫娘族を使うよりもめちゃくちゃ効率のいい育て方があるというところになります。今回はそれを解説したいと思います。一応手加減を使って HP 減らすとか、隠密を使うとか、毒ポイズン使うとか、あとは反転使うとかっていうのはまた別の機会になるんですけれども、今回はクラス変えようっていうことです。そしてあと熟練度いじろうっていうところの解説になります。あと、もう一人、天使兵使うとめちゃくちゃやばいっていうところも合わせて解説したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の動画は、ヒール育成というものが分かっているという体で説明をしていきますので、よろしくお願いいたします。ヒール育成って何?っていうところからの人は、ぜひ以前の動画を見てください。それでは準備から説明していきたいと思います。今回の検証または解説で使うキャラクターを紹介します。まず、今まで通り説明していた猫娘。もちろん使うのは成長サポートとハッピーソング。で、この猫娘族と今回対象で使うのがヨマ族。多分もうめちゃくちゃツイッター等ね、SNS で有名になってると思うんですが、ヨマ族めちゃくちゃもらえるんだっていうところが今話題になっています。このヨマ族、そして、あとジューマ神族かな。ジューマ神族も一応もらえる方の割合は多いキャラクタークラスになりますので、検証で使ってみたいと思います。そして、あと、熟練度6のヨマ族。熟練度1と6だとどれだけもらえる量も違うのかというところもね、同時に解説していきたいと思います。そして最後、この天使兵。天使兵を、あるアビリティを使うと、実はものすごいことができるんだっていうところもありますので、熟練度6のヨマ族に天使兵を入れたらどうなるのかっていうところもね、合わせて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あとは、それぞれのヒールをかける画面で解説をしていきます。それでは、どうぞ。それでは、実践編いこうと思います。まずは、猫娘族の入る経験値を調べてみたいと思います。今回使うキャラクターは、悲願レベル1で、3倍経験値と、レベル10以下3倍経験値、チート屋の経験値を振ったものになりますので、よろしくお願いいたします。おそらく、猫娘族の最大 HP は上回らないんですけれども、今回はこの状態で使ってみようと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまず、テラヒールからいきます。一体どのぐらいの経験値が入るのか、レベル1から、レベル1140まで増えることができました。これレベル1の状態から始まったので、1139増えたことになります。まあ、このぐらいかっていう感じ。あんまり量は多くないですよね。それでは次は、ジューマ神族いきたいと思います。続いて、ジューマ神族相手にやってみようと思います。ジューマ神族相手にも同様にテラヒールをかけてやっていきます。猫娘族と比べてどうでしょうか ?1943。もう圧倒的に猫娘族よりジューマ神族の方が経験値が入っているのがわかると思います。なのでこの時点で、やはりジューマ神族、ヒール向きにめちゃくちゃ向いてるなということになります。しかもこれまだ熟練度1なんですよね。熟練度1で1943も入る。じゃあこれを上回るヨマ族ってどれだけ入るんだっていうのが今から恐ろしさでいっぱいです。それでは次はヨマ族でやってみます。続いてヨマ族の熟練度1でやっていこうと思います。今更ですが、今回使うキャラクターはみんなレベル7999で使っています。HP の割合だけで言うと、他のジューマ神族、猫娘族より圧倒的に低いというのがヨマ族の特徴ではあるんですが、SP は多いです。この状態でテラヒールをかけてみるとどうなるか見てみましょう。2577ということで、ジューマ神族よりもめちゃくちゃレベル上がってるの分かりますよね。一発のヒールだけでこんだけ入るって、経験値効率どうなってるんだっていうのが正直めちゃくちゃ驚いてるところなんですよ。これ、実際さ、相手の HP を上回る回復量っていうのとかで経験値量は増えるようになっているんですが、ヨマ族に関しては結局なぜこんなにもらえるのかっていうのか、ごめんなさい、私は正直分かってないです。
分かってないんですけども、めちゃくちゃ効率がいいということでは分かりますので、皆さんヒール育成やるときはヨマ族を絶対に使いましょう。それでは次はヨマ族熟練度マックスでやったときにどれだけもらえるかを比較してみたいと思います。2577からどれだけ伸びるか見てみましょう。それでは最後にヨマ族の熟練度マックスってやってみようと思います。 HP も SP のやはり熟練度1の頃に比べればかなり高いのがわかるかと思います。この状態で今までと同じ条件で悲願がテラヒールの範囲切れますでやってみるとどれぐらい経験値が入るのかを見てみましょう。経験値3622ということで、熟練度が高くなるだけでも約1000ぐらいかなの差があるということで、やっぱり熟練度マックスを作るとこんだけ早くもらえるんだということになります。しかもこれまだ7999ですので、レベル等を上げておくともっともらえる経験値は多くなりますので、もうこれだけでヒール育成もう数分でレベルマックスになるんじゃないかなと思います。まあ、この後に待っている育成方法というのが、まあ、シュラレンブを使ったワンパンのレベル9999になるっていうようなものが待ってますので、ヒール育成を卒業するのは、まあ、シュラレンブいけるようになってからでいいと思います。それまではヒール育成でいいと思います。それでは最後に天使兵を使った場合どうなるかやってみたいと思います。それでは天使兵を最後に交えたヨマ族熟練度マックスでやってみたいと思います。なぜ天使兵を使ったか反応言い方はわかると思いますが、天使兵の技にはバルキリーオーダーというものがあります。何かというと、神よ相手をフルボッコにできる力をくださいと書いてあるんですが、2回攻撃付与と書いてあるんです。つまりどういうことかわかりますか。ヒーローをかけるキャラクターにこの2回行動付与をかける、そしてその後テラヒールをかける、するとあら不思議なことが起こります。見てみましょう。ということで3回使ったのがわかりますでしょうか。このように3回行動することにより3821まで経験値が入るようになります。まあ、ちょっとしたレベルの誤差ではあるんですけども、こっちの方がもらえる経験値は多いです。ただバルキリーオーダーをかけるのに慣れていない状態だと、ひたすらテラヒール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 の方がおそらく早くなると思います。バルキリーオーダーをかけるのに慣れている状態であれば、もっともらえる経験値は多くなると思います。ということで今回はヨマ族にバルキリーオーダーが使える天使兵入ると経験値もらえる量多くなるよっていう話をさせていただきました。ぜひね、操作に自信があるっていう方は天使兵を入れた場合の攻撃回数を増やしたテラヒール育成っていうのもぜひやってみてください。まあ、私としてはね、手加減入れのヒール育成とか毒ポイズンを入れたヒール育成とかっていうのもめちゃくちゃやりやすくて好きなんですが、今回はオーソドックな方法でここまでもらえる経験値が変わるんだという説明をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。今後もね、様々な実害セブンの動画上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。